レイズ商品激安セール始まります。はい、こんにちは、山沢です。皆さん、なんと明日9日の深夜12時より Amazon プライムデー先行セールがスタートします。超ビッグセールなんだけど、なんとレイズホエイプロテイン過去最安級で販売いたします。でも超ビッグセールなんだけど、ごめんなさい、 Amazon の規約上セール前に値段っていうのをお伝えできなくて、ですが気になる値段については9日0時よりセールがスタートするタイミングでね、 LINE で価格も配信しますので、ぜひね、公式 LINE をご登録いただくか、12時過ぎたら Amazon でね検索してみてください。ほんとね、自分で言うのもなんですけど、価格は頑張ったなっていうか自信を持ってて、この全メーカー1キロ販売でこれだけ安く今できるのはレイズしかいないと思いますので、もう一人でも多くのトレーニーの方にね、これを機に飲んでほしいと思います。で、本当に忖度なしにレイズのプロテインのことをお伝えすると、まずカフェオレとミルクティーは他社と比較してダントツで再現性が高い自信があります。レビューでも多い声が、もうカフェオレとミルクティーはもうそのまんまだとプロテイン感がなくて、本当にカフェオレ飲んでるみたいな味に仕上がってるので、水でね溶かしてもね。で、チョコ、ベリー、ヨーグルトは、まあ、好みによるだろうなっていう感じです。ヨーグルトはね、酸味は割と控えてあって甘めのヨーグルトでね、名前言っていくか分かんないけど、ヨーグレットとかに近い味ですね。ベリーはあえてこれ酸味強めにしてあるんで、ベリー好きの人にはすごい刺さる味で、チョコに関してもまあ好みが分かれるかなっていうのは、まず大前提、チョコは他社でも美味しいところがいっぱいあるんですよ。美味しさの上位3社4社ぐらいはもう味トントンです。誰がどれを美味しいって言ってもまあおかしくないなっていう。で、レイズのプロテインはね、かなりカカオ強めでね、チョコレート感の強い味わいになってるんで、かなりね、僕の好みの味では完成してる。そしてなんとね、プロテインだけじゃなくて EAA もめちゃめちゃ安くなるんですよ。もともとね、レイズの EA って国内外22社比較中5番目に安かったんだけど、他社がどれぐらい下げてくるかにもよるんだけどね、おそらくトップクラスに安くなるんじゃないかなっていう。で、結構ね、その Amazon で安い EAA ってヒスアミノ酸のヒスチンが入ってないやつが多いのね。8種類しかヒスアミノ酸入ってないのが多くて、レイズの EA はね、ちゃんと9種類入ってるのと、あとベータアラニンとビタミン B 群も入ってるんでね、超絶おすすめっていうか、やっぱね、レイズ商品はね、味に絶大な自信を持ってるんですよ。本当に美味しい。シャインマスカットとレモンライムなんだけどね、甘いの好きな人はシャインマスカットのおすすめかな。で、もちろんプレミアムバーナー V エナジー、グルタミンもね、めちゃめちゃ安くなるんで、これを機に買いだめしてほしいね。もう朝起きてすぐジムに行く生活にも完全に慣れたから、なんかめんどくさいなみたいな気持ちはほぼなく、自然といけるね。てかね、チートデーした後体重 1.7 キロ増えたんですけど、今日4日目にしてもう 1.8 キロマイナスなんで、今回ね、落ちるの超早かった。まあ、やっぱヒートと筋トレ3日連続した方が良かったと思うんだけど、4日で体重が下回るってことは8月1日あたりにもう1回できるなとか今ねちょっと考えちゃってるけど、まあその時の体次第だね。この朝の有酸素って脂肪が燃焼しやすいだけじゃなくて、朝から全身の血流が良くなるからさ、まあ、体も目覚めるし、なんかね、1日の活力がね上がるんだよね。僕はほら紫外線嫌だから外には出ないけど、日焼けしてもいい人はやっぱ外出て散歩するのが一番いいし、ただ空腹時の有酸素は血中アミノ酸濃度が低くなっちゃうと、筋肉もエネルギーとしてね使われる割合高くなっちゃうから、運動する人は朝から家飲んだ方がいい。解凍しないとご飯なかった。ほんと毎日食べるもの変わんなくてごめんねって感じなんだけどさ、ケトやってない方もいるだろうし、でも僕も何年も減量してきて、ほんとこの食事さえしてれば 100% 痩せるっていう今ね食事内容になってるから、僕これ今相当日本一売り上げに貢献してる気がする。毎日同じ朝食いただきます。こんなにもさ、毎日同じもの食べて同じようなルーティンをさ過ごしてるけど、それでもみんながね、こんなにたくさん動画を見てくれてるっていうのにめちゃめちゃ救われてます。感謝してる。だから僕もできるだけ毎回喋ること変えてるんですよ。その日こんなことを喋ろうっていうテーマを決めて、ダイエットノウハウだったりね、モチベのことだったり、もう今日はね、もうプロテイン安いよっていう、そういう動画です。レイズのプロテイン WPC だからね、乳糖不耐症の人は、まあ、ネイチャー館の WPI か、これうまいって話題になってんだよね。ちょっと飲んでみる。どれどれ、ちょっと泡立つな。あ、でもマジでナシだ。うん、再現性高い。クリアホエイだからプロテイン感もないし、だからすっきりナシジュースだね。
これ乳糖不耐症の人にはいいね。あとね、マイクロはね、ずっとアイソレート黒糖ミルクティーとあとチョコレートスムーズってのを飲んできたんだけど、今セールでね、アイソレート1キロ3500円だから、アイソレートにしてはね、かなり安い。ネイチャー感も整理中だけど、ネイチャー感のは結構もっと高級だから、マンゴーがめちゃめちゃ美味しいんだけどね。2食目、最近はトレーニング行くまでね、ずっと YouTube 編集。でも最近また自分で編集するようなと思ったんだけど、なんかね、無心になれて結構ね、好きなんですよね、僕編集。昨日 Amazon で頼んだやつ届いた。これストロボっていうフラッシュで、僕ももともとこういうの全然好きじゃないの、カメラとかパソコンとかも好きじゃないんだけど、でもね、人に頼らず何でも自分でやってみようって、そういうマインドになってから、このカメラの技術とかもめちゃめちゃ上がったんで、インフルエンサーは大事だよね、こういうの。やっと着いた。増式、増式店。昨日ね、背中トレやったんだけどね、マシン8種類もあってね、もう最高でしたよ。今日肩なんだけど、肩も結構あるから。またね、家忘れたんだけどね、持ってきてたんだな。シェイカーはこれをもらいました。30は入れたいから、スプーン6杯だね。僕トレ中の家絶大な信頼を置いてるから、かなり多めに取る。レクスコのショルダーめちゃいいわ。握り手が3種類あるから、一番後ろのちょっとバックプレスっぽいし、ここだとフロントね。グルタミ、いつもと違う肩トレだからね、楽しい。お疲れ様でした。最近やっぱね、自分の体の見た目が良くなってきたからかね、筋トレのモチベが高いんだよね。我がジムながら安いよな。目の前にラーメン屋ある。二郎系やん。それ僕、生まれてから一度も二郎系ラーメンを食べたことなくて、超食べたいのね。体感終わったら食べますわ。腹減った。急いで作った。もう30分運転してくると超腹減る。塩麹とマヨネーズとマギーブイヨンで炒めてるから超うめえ。サイヤアクトレナースケの動画は必ず見てる。牛肉ね。もう食事はほんと変わってないから、食べる順番がたまに違うだけだね。はい、というわけで皆さん、今日も動画見てくれてありがとうございます。ほんと今日はプロテインのね、セール告知がメインの動画だったんだけど、僕はこの自信作をほんと一人でも多くの人に飲んでほしいから、低価格で美味しいに徹底的にこだわったのと、このね、パッケージデザインとかね、締まりやすさとか成分とかね、本当に僕がトレーニーとしてこれなら毎日飲みたいなって思うプロテインです。僕はね、このレイズのプロテインを日本一安易されるプロテインにしようとしてるから、今現時点でアマゾンでずっとドラッグストア1位になってるんだけど、一番売れてるプロテインなんだけど、まだまだね、僕の夢は100万人に喜んでもらうことなんで、ぜひ買ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。